森孝一郎は、日本の福岡県農型市出身の舞台芸術家、ダンサー、振付や、舞台監督、演出家、映像監督、芸術家である。日本のダンスシーンを経て飛べへ。その後、舞台芸術の世界を知り、北欧デンマークを中心に、ヨーロッパの国々へと活動の場を広げる。ダンスの枠を超え芸術的表現者として、舞台芸術の道へ。 劇場公演、くるみ割り人形ヒップホップバージョンを、はじめ数々の舞台で、デンマーク国内最高評価6つ星を取得。同作品では、デンマーク最高峰の劇場アワードリユーマート、アワードにおいて、リユーマート賞、コッペンハーゲン賞、デニッシュヒップホップ賞の3部門を受賞。また、その芸術性の高さを認められ、デンマーク賞も3次を贈られた。そして、 クルミ割り人形ヒップホップバージョンは、デニッシュカルチャーカノン自動文化部門に選ばれ、デンマークの歴史に刻まれる名誉のある作品となる。デニッシュカルチャーカノン、デンマークの文化や歴史の中で最も大きな影響を与えた108の文化遺産情熱大陸、渋谷アンダーコンストラクション、リユーマート賞、コペンハーゲン賞、デニッシュヒップホップ賞の3部門を受賞。 デニッシュカルチャーキャノン2040章。情熱大陸エスプリジャポン著作、白い絵本、森光一郎、白い絵本あずさ書院、2017年。ISBN 48億7035万5930。ありがとうございます。